今日はゲーム大好き橋爪選手とじゅわっとホクホク大根の絶品料理紹介します。橋爪選手、大根料理はお好きですか？韓国料理好きって言ったんですけど、カクテキとか好きで、あと味噌汁の中に入ってるのも好きなんですよ。あのコンビニとかでおでん買う時とかは絶対頼みます。今日みたいに天気いい日はちょっとカフェ行ったりします。頑張って。いや基本インドアだからあんま会うことはないです人と。そんなインドアな橋爪選手、最近こっそり進めていたことがあるそうですね。ウイレの山梨予選、新井亮平と一緒にしれっと応募してたんですけど、ちょうど練習時間と重なっちゃって不戦敗になりました。去年もうめちゃくちゃ強い人に実は勝ってるんですよ。いやこれ山梨チャンピオンになれんじゃねえかなと思って。またなんかあれば。そういう企画してね、はい、ゲーム好きだ。ずっとやってます。椅子もすごいですよ。ゲーム専用の椅子で、こういうなんていうの、ゲームみたいな。そうそうそう、オンラインで5人チームでやってるんですけど、亮平とあと大分行った小出小塚、あと若杉と常に合ってる感じはするんですけど、その5人はモニター見ながらこうやって頑張ってます。本当すごいと思います。ありがたいです。若野先生、この大根を美味しくしてください。はい、厚切りジューシーで美味しい大根ステーキの肉あんかけ紹介します。それでは調理開始。まず大根の皮を剥いて切っていきます。かなり厚く切るんですね。水分量を味わってもらいたいのと、じゅわっと感を楽しんでもらうために厚切りにしています。切った大根は煮崩れしないように角を取っておきます。次に水を入れた鍋に大根と白だし、紹興酒を入れて大根が柔らかくなるまで煮ていきます。その間にあんを作ります。フライパンにごま油、生姜、豚ひき肉を入れて炒め、みじん切りにした玉ねぎとごぼうも加えてさらに炒めていきます。お水と醤油、みりんなどの調味料を加え、そして、おや先生、これは蜂蜜ですか？砂糖よりも蜂蜜はコクがある甘さなので今回使用しました。大根が柔らかくなったら、ごま油を熱したフライパンで両面を焼いていきます。あとはお皿に盛り付けて、水溶き片栗粉でとろみをつけたあんをたっぷりかけたら、厚切りジューシーで美味しい大根ステーキの肉あんかけの完成です。たっぷりかかったコクのあるとろみのついたあんに、ホックホクの柔らかい大根が絡んで、とっても美味しそう。分厚く切られたジューシーな大根ステーキは食べ応え十分。ご飯のおかずにもお酒のお供にも最適な大根料理です。大根は加熱をすると甘みが増します。さらにこれからの寒い時期にぴったりな、体を温める効果があるので、ぜひ作ってみてください。最後に橋爪選手からメッセージです。膝が壊れたらこの大根と交換して、僕のここに大根があると思うんで、はい、試合中注目してください。応援よろしくお願いします。無茶振りが過ぎますよ。